皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする iTeachers TV 教育 ICT コンサルタントの小池です。山川大学の小坂井です。さて小坂井先生、前回から近畿大学附属高等学校の小谷孝之先生にお越しいただいているんですけども、セミ反転授業の実践、非常に実践的でかつ興味深いお話でしたよね。そうですね。全てのノートをですねこう公開してしまうっていうのは先生からするとよほどこう勇気がないとできないことだと思うんですけれども、やはりそういったようなところをしてまでもですねこう活用していこうっていうのに何か意義があるんだなってことを本当によく分かってくるような感じなので、どんどんなんか真似てくる先生もいるんじゃないかなと思いましたね。そうですよね。やっぱり板書の時間の圧縮っていうのは非常に ICT まず入りやすいところだと思いますし、またこの後編ではですねこの生まれた時間をじゃあどうやって使っているのか、これについてもお話しいただけるそうですよ。なるほど、まさにそこなんでしょうね。こう ICT を使って、効率化してでこう、余った時間というかこう、広がった時間といったものをいかにこうきちんと有効活用するかというのは非常に興味深いところですし、後編もですねしっかりと聞きたいところですよね。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして近畿大学附属高等学校の小谷孝之先生。プレゼンタイトルは板書をやめたら授業が変わったセミ反転授業の可能性を探るです。小谷先生お願いいたします。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。近畿大学附属高等学校の小谷と申します。学校では、科学を担当しておりまして、校務の方では ICT 教育推進室というところで校内の ICT 利活用の普及に努めています。前半の方では、板書をする時間を削減したことで、授業が少しずつ変わっていったといった内容をお話しさせてもらいましたけれども、この後半では、それによって得られた時間を有効に使って、様々な学びの形を取り入れることができている、そういった内容でお話をさせてもらおうと思います。で、時間的な余裕ができて、そこに ICT の力が加わると、授業でできる学びの範囲というものは大きく広がります。そういった中から本日は次の3点、ゲーミフィケーションを使った学びの形であるとか、それから動画を利用したアウトプット、そしてさらに、カンニングペーパーの作成。この3点についてお話をさせてもらいます。ICT を導入したときに、まず手軽に始められるのがゲーミフィケーションを使った学びだと思います。これはクイズレットライブというアプリに取り組んでいる様子です。で、もともとクイズレットというのはデジタル単語帳のようなアプリケーションで自宅学習用に利用していました。それが最近3、4人でチームを組んでゲームのように問題に取り組んでいくということができるようになりましたので、本校でも多くのクラスで実施されています。で、こちらは有機化学の構造異性体を考える、そういった授業の一コマです。で、ここでもグループに分かれて、どのチームが同じ分子式で表された構造異性体をたくさん書けるか、それを競っています。で、実はこの取り組みには ICT は全く使っていません。ですけれども、今まで教科書の内容を終えることだけに追われていた時から比べると、時間的余裕が生まれて、こういった新しい取り組みを取り入れることができるようになっています。こちらは化学反応を動画で表すという取り組みの様子です。学んだ知識を動画でアウトプットする。これは非常に有効だと考えています。で、動画の作成にはストップモーションスタジオというアプリケーションをよく使うんですけれども、生徒の発想力は予想外なものを作ってくることが多いので、毎回見るのが楽しみになっています。で、こちらはカンニングペーパーを作る、そういった取り組みです。教育機関的にはタブーとされているところかもしれませんけれども、コンセプトとしては、定期試験や模試に向けて A41 枚だけカンニングペーパーを持ち込めることができるとすれば、どんなものを作りますかと生徒に問いかけて、作成をさせています。自分が苦手な部分、まだ理解しきれていない部分を改めて考え直し、必要な知識を限られたスペースにまとめていく。そういったことで知識の定着を図ることを目的としています。で、自分の作ったものだけではなく、他人の作ったものを見ることで意外な発見や忘れていた盲点なんかにも気づくことがきっとできるでしょう。で、このようにゲーミフィケーションや動画の作成、カンニングペーパーの作成なんかを通しながら、これからの教育に求められていく様々な要素を取り入れることができるように感じています。なかなか時間がないですけれども、様々な工夫をすることで、きっといい方向に授業は展開できると思いますので、皆さんも一度いろいろと考えてみてください。で、こういった生徒の学びを変えるために、まず必要なこと。私は何よりも教える側、先生の意識改革ではないかと思います。今までの授業のやり方を考え直し、新しい取り組みへチャレンジして、そして他の先生の実践から学ぶ。こういったことを達成するために、本校でも様々な取り組みをしています。で、まず、オープンドアという取り組みを近年始めました。こちらは、授業参観というような堅苦しいものではなく、気軽に授業を見学できる期間を設ける、そういったイベントです。で、本校では、独自の授業を展開している先生方がたくさんおられますので、実際に授業を見学しに行って、その知識や技術なんかを共有することで、多くの学びを得ることができます。で、さらに、Apple Teacher の資格を取得する、そういった取り組みも始めました。で、Apple Teacher とは、Apple が提供している、先生用の、学習プログラムなんですけれども、アプリケーションの使い方を学習しながら、授業における活用方法のヒントを得られる、そういったものになります。アプリケーションの使い方に関しては、私たち ICT 教育推進室のメンバーが中心となり、勉強会を開催しています。で、今現在では、だいたい 80% の先生方が Apple Teacher の資格を取得してくれました。で、さらに iPad を使うことで授業がどのように変化していくのか、そういったことを学習するセミナーも定期的に開催しています。で、このセミナーでは、単にアプリケーションの使い方だけではなく、授業設計のあり方であるとか、教員として本当に大切なことは何なのか、教育の根本的なことに気づいてもらえるような、そういった取り組みになっています。で、このような教員の研修に関しては、すでに自分たちの学校の中だけではなくて、他校とのコラボレーションにも発展してきています。教育方法というのは、もはやすでに一つの学校の中だけで囲ってしまうようなものではないと思いますので、もし私たち近畿大学附属高等学校と一緒に合同研修がしたいというご意見があれば、遠慮なく言ってください。お待ちしております。こちらは北海道の札幌新陽高校と一緒に合同研修をしている様子です。このような取り組みを通して、より良い授業、より良い取り組みをさらに進めていければと思いますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。こんにちは。東京聖徳大学中学校の和田です。今日は授業に Everyone Can Create を取り入れてみようということで話をします。記憶に新しい方も多いと思うんですが、3月に、シカゴで Apple が Everyone Can Create というカリキュラムを発表しました。まだプレビュー版ですので、日本では英語でしか読むことができないのですが、ぜひ読んで活用していただければと思います。大きく分けて4つ、ビデオ、それから音楽、写真、ドローイング、この4つを授業の中にぜひ取り入れてみてくださいというのが本に書かれています。例えば、検定教科書で学ぶこと、これに Everyone Can Create をプラスしていくと非常にいいんじゃないかなと思います。アイデアとして、例えば、Peter Rabbit のセクション。このセクションをただ読んでいくだけではなくて、このセクションを4コマ漫画にまとめてみる。実際に Apple Pencil を使って書いてみる。そんな取り組みができたりします。これを読んで、子供たちまとめて、こうやってトレースして、写したりする子も出てきます。はい。出てきた作品がこんな感じです。水彩画であったり、それからApple Pencil のタッチ、いろいろ変えられます。クレヨンだったり。特にこれをやると印象的なのが、これ男子の作品なんですが、男子も楽しく取り組めます。日本語を介さないので、すっと子供たちの中に、素早く物語の内容が入ってくるんじゃないでしょうか。それから、ガレージバンドを使うと、こんな取り組みができます。小笠原諸島の、教科書のセクションで、小笠原諸島についてまとめられた文章を読んで、それを朗読しながら BGM をつけていく。こんな取り組み。実際にやった様子ですが、こんな感じで、アニマルキングダムっていうお猿の声とかが出ているものをうまく使っていきながら、自分の朗読を録音したりします。はい。これも子供たち楽しそうにやります。特に男子の子たち、これを以外を使って EDM とか作っていいですかみたいな、話も出てきたりします。出てきた作品がこんな感じです。The Ogasawara Islands become a World Heritage Site in 2011. Many people visit our islands every year.皆さんもぜひ Everyone Can Create を使って授業を魅力的なものにしてください。はい。ということで、2週にわたりまして、近畿大学附属高等学校の小谷隆之先生のお話、お伺いしたわけですけども、いかがでしたか？はい。カンニングペーパーですか？あれ面白いですよね。カンペとかなんて言うんですけれども、カンペ作ると、それが勉強になるなんていうふうに人も言うんですけど、私も全然やったことなかったんですが、改めてそういうようなことなんかをすることによって得られる学びなんてのもあると、あながちバカにできないんだななんて思いましたね。はい、実際、カンニング自体減りそうな感じですよね。はい、ね。また、今日のお話の中で非常に印象的だったのが、まず最初に先生たちの意識改革っていうお話があったんですけども、オープンドアとか授業見学であったりとかって非常に、意義のある活動ですよね。そうですね。まず人づくりっていったことがやっぱり実際的な問題として多いので、それを解決するところって非常に面白いんですけど、やはり他校との触れ合いだとか、そういった異文化というか違うやり方と触れることによって新しいのが生まれる良さってのあるんですよね。ぜひ合同研修、近畿大学附属さんと一緒にやりたいという学校さんいらっしゃいましたら、小谷先生のところにご覧いただけたらと思います。はい、といったところでお時間になってしまいました。iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育ICTコンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。See you next week!